皆さんこんにちは、ベーシストの藤井一郎です。本日の動画はですね、このフェンダームスタングベースの魅力について語っていきたいと思います。このね、あのベース、僕の動画ではね、必ずと言っていいほど、まあ、ここにね、大体立てかけてあって、もうこれ見よがしにね、いつも飾ってあるんですけど、とにかくルックス素晴らしくないですか？可愛いというかかっこいいというかね。でもね、音もね、ちょっとね、独特なね、素敵なサウンドがするので、ぜひね、この動画を見てフェンダームスタングベースの魅力について知っていってください。それでは早速いってみましょう。このチャンネルではベーシストに役立つ情報を随時更新していますので、チャンネル登録がまだの方もしいたら、ぜひポチッとチャンネル登録してってください。このフェンダームスタングベースなんですけど、僕が持っているのはですね、確かね、ちょっと定かじゃないんですけど、1972年製だったかな、確かそうだったと思います。はい、これがですね、この塗装がレイクプラシックブルーというやつで、そしてこのね、なんかラインがちょっとスポーツカーみたいでかっこよくないですか？これね、あの本当のね、フォードのマスタングっていうね、車の塗装と、まあなんか似てるんですよね。なんかそう、ちょっと意味があるのかちょっとわかんないんですけど、はい。とってもね、ちょっとキュートなルックスしてると思います。僕ね、このベースね、買って、あまりにもなんかこのベースがかっこよすぎてですね、自分のそのアーティスト写真っていうのがまああるんですけど、それをね、はい、こんな感じです。それをね、もうこのベースと一緒に撮りたくて撮ったようなとこもあるぐらいね、本当にね、なんかまあ映えるというか、はい、素敵なルックスですよね。これは本当にね、ムスタングベースの最大の魅力の一つかなと思っています。そしてちょっと変わったベースなので、ムスタングベースについていろいろ解説していきたいと思うんですけど、まずですね、すごく特徴的なのはですね、これはね、ショートスケールです。はい、普通のね、一般のフェンダーの、まあ、ジャズベとかプレベとか、まあ、普通にどのメーカーも各社ほぼ同じ長さのネックの長さ、まあ、幻聴か、ほぼ同じ幻聴を採用してるんですけど、これはね、ショートスケールといってね、短いです。で、短いと何がいいかっていうと、まあ、単純にあのフレットのこの幅が普通のベースに比べてだいぶね、短くなるので、あのね、手の小さい人にも弾きやすいです。これは本当にね、僕みたいに、僕も結構手小さいんで、本当にね、すごく弾きやすくてね、弾くのがまあ結構楽しいんですよね。いわゆるね、そのやっぱショートスケールのベースって、あんまりね、なんかその、いいイメージないっていうか、世の中的にそのまあなんか音が軽いっていうか、そのなんか音程がぼやけるとかね、まあね、いろいろ言われてて、あんまりいい話を聞かないんですけど、僕はね、このフェンダームスタングに関しては全然そんな印象なくて、むしろなんかむちゃくちゃ太い音するし、まあ音程がね、確かにぼやきやすいっていうのはまあ若干あるんですけど、まあそれがいいというか、まあ逆にそれこそがまあムスタングの魅力というか、なんかね、そんな感じがしています。そしてもう一つ特徴的なのがですね、このね、ボディの裏を見てもらうと分かるんですけど、ここはね、弦がね、裏通しになってるんですよ。ここに穴が開いてて、弦をこっから通して、このブリッジの、ここから出てくると。こうなってることで、ボディにね、しっかりとこの弦の振動を伝える役割があるんですね。まあ、それのおかげもあってですね、結構ね、小さいのにね、すっごい鳴るっていうか、その、弦、なんかボディのね、生音の、鳴りが結構でかいんですよ。普通のベースよりもでかいんじゃないかなと思うぐらい生音でかいです。はい。それとですね、実はこのベースに貼ってある弦なんですけど、あのダダリオの弦が貼ってあるんですけども、実はもう死にまくってます。もう本当にね、もう弦だけだったらもうどれくらい貼り替えてないんだろうっていうぐらい、もう1年とか、1年どこじゃないかな、もうね、ずっと張り替えないで、もう古いサビサビのね、弦を実は張りっぱなしにしてるんですけど、それなぜかっていうとですね、そのね、死んだね、弦の音がね、このムスタングにむちゃくちゃ合うんですよ。それでね、わざと張り替えないんですね。新品のね、やっぱりギラギラした、キラキラの弦と、そのムスタング、まあ僕はちょっと合わない感じがしてですね。だからね、もうわざと張ったらすぐもう弾きまくって弦を、そのエリクサーとかも貼らずにですね、すぐその死ぬ弦を貼って、それでもう死んでから使うみたいな、そんな風に使っています。で、
コントロールはですね、ボリューム、そしてトーン、このね、2個だけです。もうシンプル、至ってシンプルですね。はい。では早速、そのサウンドを聞いてもらいたいと思います。こんな音です。はい。いなたいという言葉以外に表せないようなね、とにかく、まあ、古臭い音がしますよね。こんなね音なんですよね。まあモコモコっちゃモコモコなんですけど、まあ、独特のそのなんか中域がこう詰まったこう優しいというかですね、まあ本当いなたいっていうか、まあちょっと音だけでちょっとファンキーみたいな、そんなねなんか素敵な音がするんですよね。で唯一ですね、まあこのベースの弱点みたいなものがあってですね、まあ何かっていうと、まあこのサウンドがですね、このサウンドがですね、あのね、まあ、独特すぎるんですよ。で、独特すぎて、ちょっとね、合わない音楽が多いというか、合う音楽が少ないみたいな。だからね、僕もね、レコーディングとかあるとね、まあ、結構このベース好きなんで、毎回ね、持ってくは持ってくんですよ。まあ、ジャズベとかプレベとか他のベース何本か持っていく中にこうね、ムスタングも混ぜて持っていくわけですよ。で、一応レコーディングでこうやってベースこう並べ、でまあ、試しにこうね合わせて弾いてみたりするんですけど、まあだいたい合わないんですよね。もうねちょっとなんかね曲に、まあなんか曲にもちろんよるんですけど、あもうね J-POP にはねもうほぼほぼ 95% ぐらい合わないですね。実際ねあの J-POP のレコーディングで使ったってことはほぼほぼないんですよね。毎回持ってくんですけどね、まあ、やっぱちょっと却下されるみたいな、はい、そんなところがありますね。だけどこの独特のサウンドがやっぱり素晴らしくてですね、ある現場ではもう実はこれしか弾かないみたいな現場もあってですね、そこでは本当にもう超大活躍してます。あの僕ジャズトロニックっていうね、あの野崎亮太さんが主催するまあユニット、まあはいなんですけど、そこでねもうずっとベース弾かせてもらってるんですけど、そこでねあのトリオでやることが結構あってですね、そのトリオではですねこのベースでしか弾かないんですよ。それはねやっぱりトリオのその3人のサウンドにねこのベースのサウンドがむちゃくちゃあってですね、まあやっぱりトリオだと人数が少ないじゃないですか。でこのねベースの出す音がねやっぱ太くて、そして音質にまあなんて言うんだろう、音質にそれだけで空気感があるというか、そういうものがねあるとね、なんかね音楽って結構成り立つっていうとこあるんですよ。もうそういう意味ではこのねフェンダームスタングむちゃくちゃ活躍してますね。はい。そして僕がねそのまあジャストロニックのトリオでよく使うんですけど、こんなエフェクターがあってですね、じゃん、はい、これはですねまあ、ムーグの作った、まあ、フィルター、オートフィルターで、まあ、オートアウって言ったら分かりやすいかな。はい、そんなやつなんですけど、これとね、実はこのムスタングの相性がむちゃくちゃ良くてですね、よくね、ライブで使うんで、ちょっとね、それを聞いてもらいましょう。はい、どうですかこのオートフィルターとこのムスタングが相まって、なんかとてつもなくファンキーというかですねいなたいというかいいサウンドだと思いませんか。オートフィルターっていうのはですね、まあ要は小さく弾いてるときは、まあ、フィルターがかかっ、閉まってる、要は音がモコモコの状態で、強く弾くとこのフィルターが開いてワーッワーって言うみたいな、こういうものなんですけど、これがですね
はい、強く吹くとワン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 ってなっていく。これを利用してですね、こんなね面白いフレーズもね、そのジャズトロニックトリオではよく使ってます。はい、面白くないですか。なんかちょっとシンセみたいで、そのしかもなんかレトロなシンセみたいなね、独特の雰囲気があってね、本当にね、僕このねムスタングベースとですね、あとこのムーグのオートフィルターのね組み合わせもね、すごい大好きでよく使うんですよね。あとですね、このムスタングのまあ独特なサウンドを利用してですね、意外とその高音で、まあ僕がよくやるそのコード弾きもね結構合うんですよ。はい、これね僕のね動画で流れてるねこういう曲、これもね全部このムスタングで弾いて録音しています。本日の動画は以上となります。いかがでしたでしょうか。フェンダームスタングベースの魅力、皆さんに伝わったらいいなと思います。このチャンネルではベーシストに役立つ情報を随時配信していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価ボタン押してもらえたら嬉しいです。あとコメント欄にね、疑問質問、それからこんなテーマでやってほしいとかも何でもいいので書き込んでくれたら嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。